こんばんは。スピリチュアル研究家の楓です。まず私楓が1000件を超える電話占い鑑定を試した結果、圧倒的な1位に輝いた電話占いのご紹介をします。評価満足度 97% 超。業界トップの知名度を持つ電話占いをご存知ですか？一流企業が運営する安心安全の電話占い、あなたの人生を前進させる鍵がここにあります。今なら初回3000円分が無料で受けられます。ツインレイの導きを受け、未来の可能性を見つけるチャンスです。信頼と実績のある人気占い師が人生の一歩を踏み出すあなたのお手伝いをしてくれます。詳しくは概要欄を見てくださいね。あなたがツインレイと結ばれますように。そしてさらに皆さんに特別なご案内です。実績数万件以上、ツインレイとの復縁不倫結婚、多くのツインレイの願いを叶えた数々の成功事例がここに集結しています。パワーストーンの不思議な力を信じ、ツインレイとの未来を切り開く一歩を踏み出す勇気、その時が今です。ツインレイのあなたの願いを叶える強力な味方となるパワーをぜひご活用ください。リンクは概要欄に貼っておきますね。それでは本題に入ります。今回はツインレイの関係性において、なぜ40代以降の女性に出会いが多いのか、その理由をお話ししていきたいと思います。40代以降の女性とツインレイの関係性が深まる背後には、いくつかの重要な要因があることをご紹介します。年齢が関係している理由やその影響について興味深くお伝えしていきましょう。年齢がツインレイ関係にどのような影響を与えているのか、様々な要素を考えながらお話ししていきます。それでは早速理由を見ていきましょう。まずはツインレイが20代では出会えない理由についてお話しします。1、魂の成熟度の違い。ツインレイ同士は魂の成熟度が重要な要素となります。20代は成長段階の一つであり、魂の成熟度がまだ進化途中であることが多いです。ツインレイ関係は深く魂のつながりを持つ関係であるため、相手との深い魂の共感や理解が求められます。20代ではまだ自己の成熟度が進化していないため、ツインレイとの関係を十分に理解し維持することが難しい場合があります。 2. 人生経験の不足。20代は多くの場合人生経験が不足している時期です。ツインレイの関係は深い洞察力や共感を必要としますが、人生経験の不足から相手の感情や経験を深く理解することが難しいことがあります。また自己を理解し成長させる過程も重要であり、この過程が進むことでツインレイ同士のつながりも深まることがあります。3、自己探求の過程。ツインレイの関係は自己探求や内なる成長の過程に深く結びついています。20代は自己を探求し成長する重要な時期ではありますが、この過程が進むことでツインレイとの出会いや関係がより深くなる場合があります。自己探求の過程を通じて自己理解が深まり、ツインレイとの関係もより充実したものとなる可能性があります。総括すると、ツインレイの関係は魂の成熟度や人生経験、自己探求の過程と深く結びついています。
20代は自己成長の過程にある時期であり、ツインレイ同士の関係を十分に理解し維持することが難しいことがあるため、出会いには時間がかかることがあります。しかし年齢にかかわらず自己成長を進めることで、ツインレイとの深い魂の結びつきを築くことができるでしょう。 1. 女性として成熟し、心にも余裕が出るため、40代以降、多くの人は生活経験から来る心の余裕と成熟を得ることがあります。これにより、相手との深いつながりや精神的な共感を感じる可能性が高まります。ツインレイ関係は深い魂のつながりを持つため、このような成熟した心を持った女性が自分自身とのつながりを感じることができる可能性が高まります。 2. 自己のアイデンティティが強化されているため、40代以降の人々は人生の様々な経験を通じて自分自身をより深く理解し、自己のアイデンティティを確立していく傾向があります。このアイデンティティの強化により、自分自身と向き合い真の自己とのつながりを感じることができるため、ツインレイとの関係もより意義深くなる可能性があります。 3. スピリチュアルにより磨きをかけられる年齢を重ねるにつれて、多くの人がスピリチュアルな探求や進化を始めることがあります。40代以降の女性は内なる自己とのつながりを深めるために、スピリチュアルな実践や学びに取り組むことがあり、これがツインレイの存在をより強く感じるきっかけになるかもしれません。スピリチュアルな成長はツインレイとのつながりをより深く感じる手助けとなることがあります。これらの理由により、ツインレイ女性が40代以降に出会う可能性が高くなるのです。ツインレイ女性が40代に訪れる出会いに向けて、20代や30代の段階で意識すべきことがあります。ここではそのポイントをお伝えします。 1. 自己成長を重視する20代や30代は自己成長や自己理解を深める重要な時期です。自分自身をより深く知り、内面の強さや自信を築くことがツインレイとの出会いにつながることがあります。内なる成長を進め、ツインレイとの関係においても安定感を持つために努力しましょう。 2. 自己愛を育む自己愛やセルフカーケアを大切にすることがツインレイとの出会いにプラスの影響を与えます。自分を大切にし、自分自身への愛情を育むことで、ツインレイとの関係でもより深い結びつきを築くことができるでしょう。 3. 自分の価値観を明確にする20代や30代は人生の様々な経験を通じて自分の価値観や目標を見つける時期でもあります。自分の本当に大切なことを見極め、それに向かって歩んでいくことがツインレイとの出会いにおいても自信を持つ要因となることがあります。 4. スピリチュアルな探求ツインレイの関係はスピリチュアルな側面も含まれます。20代や30代のうちからスピリチュアルな探求心を持ち、自己探求や魂の成長に取り組むことがツインレイとの出会いより進化させる一因となるかもしれません。 5. 開かれた心を持つツインレイとの出会いは、心を開いて相手に向き合うことが大切です。20代や30代の段階でオープンな心を育てることで、未来の出会いに向けて準備を整えることができます。これらのポイントを意識しながら
20代や30代の時期を大切に過ごすことで、ツインレイとの出会いに向けての土台を築くことができるでしょう。自己成長と自己愛を大切にし、スピリチュアルな側面も含めて、自分を深く理解していくことが、素敵なツインレイとの関係につながるかもしれません。これまで、ツインレイ女性が40代以降に出会いを感じる理由についてお話ししました。年齢や人生経験が、この特別な関係性に影響を与えることがあることを考えてきましたね。ツインレイとの出会いは、運命的で深い結びつきを持つ特別な瞬間です。それは、年齢や経験によって影響されることもありますが、大切なのは自己成長や自己愛、そしてスピリチュアルな探求を通じて、自分自身をより深く理解し、内面を磨いていくことです。40代以降の女性にとって、人生の豊かな経験が、ツインレイとの関係をより、進化させる糧となることもあることでしょう。この旅路は、ただ出会いを求めるだけではなく、自己成長と魂のつながりを大切にする旅でもあります。それぞれの人生が違い、そのタイミングも異なるかもしれませんが、大切なのは自分を愛し、自己成長を追求することです。ツインレイとの関係は、深い結びつきを持つことにより、魂の成長や目覚めを促すことがあります。40代以降の女性に訪れる出会いは、その瞬間に向けての準備が始まっているかもしれません。自分自身と向き合い、魂の道を歩む旅に、心を開いてみてください。そこには、素晴らしい魂のつながりと、新たな可能性が待っていることでしょう。以上、いかがでしたでしょうか？皆様のご意見、ご感想どしどしお待ちしてますね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。